ロシアの排他的経済水域で違法操業したとして連行された島根の漁船についてロシアの国境警備隊は今月初旬にも解放する見通しを示しましたカニ漁船第68西の丸が連行されたナホトカで昨日 ANN のカメラは国境警備当局者に連れられて港に上がる日本人船員とみられる男性の姿を捉えましたそうした中 ロシアの国境警備隊は船と船員について手続きが終わり次第早ければ今月初旬にも解放するとして書類を作成中であることを明らかにしました第68西の丸をめぐっては合わせて7.5トンおよそ6500万円に上るカニを違法に採取したとしてロシアの捜査当局が日本人10人を1月末から拘束しています